皆様こんにちは。国際魅力学会会長マダム美智子です。生き生きワクワクありがとうスベンソンアワー、今日は第4回目になりますが、今日のゲストは2人の美容家の方にお越しいただいております。美容家の先生にお話ししていただくことは、スベンソンというのは男性のウィッグでも大変有名でございますけれども、女性のウィッグも扱っておりまして、これも私たちの自慢の作品集が揃っております。で、今日私もこのウィークなんですけれども、もう私はもう20年30年いや40年50年ぐらい前からいろいろなウィークをかぶってきた経験がございます。でも10年ぐらい前ですか、スベンソンのウィークに会った時に、これだ、まさしく私にぴったりの、私が求めていたウィッグはこれだと思ったことがありました。で、そういうことを通じまして、エグゼクティブアドバイザーというお仕事をいただきまして、ウィッグっていうと何か違うものを頭に乗せるという感覚の方多いんですが、実はウィッグが持つ、深い意味というのは大変奥が深くて、その方の人生であったり、その方の生き方であったり、そういったものも表現するということを今日のお二人の先生に直接お話を承っていきたいと思います。では、最初に豊釜美智子先生、よろしくお願いいたします。先生、何かね、いつも気楽に話してるのに、そうですね、こういうところに出て構えちゃうと、なんかねなんかちょっと照れくさいんですけど、もう今お話ししましたように、私はもうスベンソンウィッグっていうのなしではいられないぐらい大好きだし、信頼を置いてるウィッグなんですけど、先生も美容室をオープンなさってから扱っていらっしゃってくださってるんですが、その前にまず先生がその美容師になられたきっかけって何でしたか？そうですね、美容師になりたいとも思ったことはないんですけども、高校卒業する段階で進路が決められなくて、母の勧めで美容師になったというのがきっかけで、お母様の勧めで。そうですね。何かお母様には意図するものがあったんでしょうかね。これからの女性は何か技術を持ったり職業を持ってる人の方が素敵じゃないのということで、まあ姉たちもみんな東京の大学出て職業を持ってましたので、私にもということで美容学校を勧められたんですね。それは何歳の時ですか？高校卒業する時ですから、早生まれなので16歳ですかね。そうですか。それで、学校が17歳ですね。17歳1年サバ読んでました16ってのは若すぎるかなとちょっと思いましたけど、まあ高校出られて美容学校行って、もうこの道は絶対私が進むべき道だというふうに思われました？いえ、一度挫折しましたね。美容学校は楽しくて、とてもエンジョイできました。で、あといろんな、ね、珍しいもの、新しいもの、世界中から、お勉強に来てる方たちとも触れ合ったりして、とても楽しい1年を過ごしました。でもインターンという時にちょっと挫折がありまして、もうこの仕事を辞めようと思って、お友達に電話した時に、お友達がもうすごく泣いて、私すごく馬車馬のごとく働いてるのっていう言葉を聞いた時に、ああ私の方がまだとてもいい状況だな、よし彼女に負けないように頑張ろうと思って、そのお友達は美容室で馬車馬のように働いてた。そうです。じゃあその言葉を聞いて、私ももっと頑張れると思われたわけですね。それがまあ10代の頃ですよね。そうです。それからまあ月日を経まして、どうなさったんでしょう？それから月日を経まして、研究科に入ってお勉強をしたんですけど、私は絶対に東京でお店を出したいという気持ちがすごく強くて、21歳の時に無謀にもお店を出しました。21歳ですか、と経営とかね何も分かりません、美容師さんだから技術はできるけど、これ今先生に伺ってるのはなぜかっていうと、案外美容師さんって技術ができるようになると独立する例も多いですよね。でも経営と技術をやる人との立場って全然違いますよね。そうですね。でそのまんま順調にまっすぐ来ました？いえ一度お店をオープンを西荻窪で、はい、21歳の時に開いたんですけども、ちょっと挫折がありました。ちょっと契約金でちょっと騙されたりして出なくてはいけなくなったんですね。でもそれにもめげず、あの頃私の若い頃はやっぱり美容師さんってお給料が安かったんですよね。それでどうしてもやっぱりお店を出さないと生活していけないなって思うことと、もう絶対お店を出したいっていう希望が強くて、やはりお店をオープンすることに決めました。もう若いから全然怖さはないんですよ。そうですね。ただ今のね若い方々もその美容師になる場合の夢って、ほとんどが、その一つのお店に勤めて、そこで立派になるっていうのが少なくて、やっぱり一国一城にの主になりたいっていう思いが強いですよね。でもそれがなかなか難しいということで、今お聞きしたんですが、先生はそのなんていうんですかね、いろんなことに出会っても負けずにチャレンジできた理由は何ですか？そうですね、ただひたすら希望を持って、希望ですかね、負けない、前に進むことが大好きで、後悔とか怖いものってあんまりないんですよね、若い時にね、例えばこういうことがありました、お店を出すにあたって、全部投資してしまって明日食べていくお金がない、そういう時がありまして、でもスタッフを1人だけは雇いたくて、1人雇ったんですけど、あ、給料が払えないわっていう時がありました。でもその時に、指輪を持ってて、指輪とカメラを質屋に入れてお給料を払ったことがあるんですよね。そういうこととか、たくさん。それが何歳ぐらいだったんですか？それがオープンしてすぐですから21歳。あ、その最初にあれした時にね。でもそれでいろいろあって、で何回かお店を持つということにも挑戦なさったって伺いましたけれども、やはりそのお店を持つ資金がいりますよね。そういう資金に関してはどうだったんでしょうか？そうですね、周りからすごく助けてもらうことができて、若い世もありまして、周りからの援助で出せたと思います。そうですね、やっぱり自分の貯金とかね、そんなんじゃとても経営ってできませんよね。そうすると、お母様をはじめとし、お仕事を持ちなさいと言った、責任上もあって、皆さんがご家族がお金を出してくれたので、美容室をオープンすることができたということですよね。そうです。で、繁盛店になるきっかけっていうんですか、そのお客様がもう満杯になっちゃってっていうのは最初のお店ですか？それはひたすらもう夜は、そうですね、いろんなアップの勉強に行ったり、着付けの勉強に行ったり、カットの勉強に行ったり、いろんなことにもう自分の時間を削って寝る間も惜しいぐらいにして。挑戦して、朝お客様が昔ですからね、4時に着付けしてくださいって言えば4時に着付け、でもまだ着付けがうまくなくて、お客様に「ここがこうなったのよ」とか言われると「すみません」って謝ってお金をお返ししたり、そういういろんなことがありましたね。なんか先生はかなり早くにお子さんを持ったとかで、結婚が早かった。そうですね、21歳でね、いやいや21に始まってるわけですね。21に結婚して21歳の時に子供を産んで、で21歳でお店を持ってると、21歳ってもう1年間ありますからね。本当に本当にすごい21歳でしたね。1年でもう目まぐるしく。でも若いからできたってことあるですよね。もう若さって何でもできるんですよ。だからもうこれからお店持つ方も挑戦してほしいなと思いますね。でもやっぱりそれにはまずその美容室を繁盛店にして技術の都っていう情熱みたいなのがないとね、ただ経営だけやるっていうんだと応援もできにくいって思いますよね。それから今本筋のお話なんですけど、私も今日ウィッグで、先生もウィッグですよね。で、私たちたちってこれウィッグなのよってって驚かれるのすごい楽しいじゃないですかそうなんですかウィッグなんですかって言われるのがねでまず言われるのが自然だわねってということはって驚くわけだからね最初からウィッグって分かってたらそんなに驚かないわけじゃないですかだからウィッグなんですよって言ってそうなのウィッグなのって言っていただけるようなウィッグを、先生のところでは積極的にねお客様にお勧めいただいてるっていうことで、それは先生のポリシーやっぱり新たな技術へのチャレンジやっぱりもうだんだん年も重ねてきまして私たちのお仕事はお客様をきれいにするのが素敵に見せてあげるアップさせるのが私たちの、プロとしてのお仕事ですのでそれにはもうこの年齢にだんだんなってきますと髪も柔らかく、コシがなくなり、自分の思うようなスタイルがなかなかできにくくなるんですよね、それでウィッグの力を借りて、そのお客様を10歳若く、フレールにいらしたお客様は10歳若く、20歳でももう本当に若くきれいになってお店を出ていかれるっていうのがそうですよね。先生のお店は京王線の、つつじが丘と柴崎の間にあって でそれはインターネットに出ていますし私も伺ったことがあるんですが、大変失礼な言い方ですが、ものすごい立地がいいとか、悪い方ですよね、誰から見ても間違いなく そのお店が分かるっていうのではないですね、大変失礼なんですけど、本当そうなんですよ。でもすごいですよね、そのこういう言い方おかしいですけど、その売り上げっていうかそのウィークだけじゃなくて総合的なね、それってやっぱり先生とお客さんの交流、そうですね、それとまず美容師を目指す時にですね、一つ信念があったんですよ、私のお客様は、もうとてもレベルアップしたお客様を自分に引き寄せたいっていう思いがすごく強くて、フレールはそういうお店で成り立っていけるように、という目標を持ってました。ご主人ですね。はい、そうです。ご主人がお出になってます。それで、お客様がお話しなさることに対して絵のこと、音楽のこと、インテリアのことすべて勉強しまして、それでお客様を自分の心のこのなんていうんですかね、レベルアップ。勉強も兼ねてそういうお客様と接していくことが美容師にとってすごくアップした地位っていうんですかね、でもすごいそういうふうなのを目指して、お子さんは2人ですよね、そして海外にもすごく先生は行かれてるんですよね、もうまだ皆さんも行ってらっしゃらない頃ですので、今から36年ぐらい前からもう毎年フランス、パリね、パリ、ロンドン、イタリア巡って感性を磨こうで、何かその私がすごい驚いてしまったのは、棚があるじゃないですか、でいろんな商品ね、で美容室っていうのは、シャンプー剤があるとか、そういうのはあれなんですが、驚いたことにはその。こうなんですか、襟巻きっていう古臭いネッカチーフとかがあって、その値段を見たら6万円とか、いやーってそんなふうに思ったこともありましたんでね、すごいなと思ったんですが、先生またそのことについてお話を伺わせていただきます。美容室っていうのは髪の毛にくる、カットをする、パーマをかける、それで終わってると思うんですね。そうじゃなくて、この例えば先生でしたら、私はこのお客様をこういうふうに素敵に仕立てたいわと思った時にトータルファッションだと思ったんですね。そうですね。それでウィッグから全部、ネイルからお洋服から全てで変身させてあげてっていうのが私の願いでした。ありがとうございます。ちょっとまだ大丈夫ですね。いやでもなかなかね、それを現実に海外にまで行ってご自分の勉強感性、いわゆるセンスを磨きながら、なおかつその仕入れもしてきちゃうっていうのがすごいな。仕入れはしませんよ。あ、そうなんですか。仕入れはしないで1年前にオーダーするんです。ああ、1年前に。これもちょっと宣伝になっちゃうかもしれないからメーカーの名前言えませんけどね、1年前にオーダーするんです。発注して1年かけて作っていただいたものをお店で提供してセレクトしたものを置いてます。すごいですね。だってドレスとかね何かも含めてそうトータルにねなさってるっていうことなんで、ちょっと先生ここら辺でコマーシャルの方に、入りたいと思います、ありがとうございます。自毛感覚だから増毛を意識させない。増毛したまま試合できんのかって全然大丈夫ですね。ヘルメットの中が不快になるってこともないんですね。今までプールに来ることちょっと諦めてなんですけど、楽しみたいと思います。あらゆる生活シーンを増毛したまま過ごせる、この生活実践力こそスベンソン式増毛法。まずは無料モニターでお試しください。今すぐ0120さあ蒸れないまで。24時間着脱不要、これまでにない自毛感覚スベンソン式増毛法を愛用する皆さんに増毛した後の変化について聞いてみました。プロレスラー諸橋選手は増毛したまま試合を戦っています。見た目も若返って女性ファンが増えましたね。うちの奥さんにも好評なんです。ライディングスクールを開く柏秀樹さんは人前で話すことも多いといいます。自分に自信が生まれ、教える時の態度や言葉まで変わってきました。タレントの七瀬和樹さん、髪を気にし始めてから水を避けるようになっていたといいます。今までプールに来ることちょっと諦めてなんですけど、楽しみたいと思います。七瀬さん、これからは水場のシーンも演じられますね。あなたもスベンソン式増毛法を無料モニターでお試しください。今すぐ0120さあ蒸れないまで。もう皆さん先生の返信を、豊鎌先生の返信を見てくださいませ。このようにあっという間、30秒もかかりませんね。帽子のように私はこっちの方が好きよねとか言ってますが、私も今日は変えたいんですけども変える時間がございませんので、ちょっと私の写真も出してください。これはショートでございますね。これはショートなんですが、それからセミがありますね。まあこれは大体いつもかぶってる定番で、これはちょっとロングっぽいっていうので、なんかこうウィッグが変わると気分も変わるっていうかね、ちょっといい女になったなっていう若くなったなっていうね。はい、で先生はそのウィッグに関しては、いい女に、なりたい方をって言ったらおかしいですけど、そういう方をリードするっていうことですよね。そうですね。しかも一人の方が5つも6つも持ってらっしゃるって、そうですそれがすごいですよね。それはもうお洋服を着替えるように、このお洋服にはこのカツラウィッグがいいのよって、そういう進め方をしてますよね。でもまあそういうふうにお伝えしちゃうと、まあそれはセレブだからってよく言われちゃうんだけど、私いつだったか先生のその販売会でお客様にお会いした時に、お洋服を買うんだったらこのウィッグの方がいいんじゃないとかあんまり夢中になったんですよ。ごめんなさい。大変失礼しました。やっぱりそのなんていうんですかごめんなさいね。やっぱりその変わる楽しみ、自分の知らなかった自分に出会う楽しみをお客様が味わってくださるっていうで、イージーオーダーですから、そのお客様に合わせることができるわけですよね。で、そういう形で5つも6つも持ってる方っていうのは、先生の一言でこのお洋服にはこれよっていうことで、そうですね、それだけ質が高いって言ったらおかしいんですけども、おしゃれに関しての欲が多い方がお客様に多いんですよね。で、人間やっぱり私たち女性は欲、綺麗になりたい、可愛くなりたい、そういう欲をなくしちゃうと、やはりちょっとつまんないですよね。いや、大いにつまんないですね。だからそういう部分をすごく引き出してあげるのが、プロの美容師だと思うんですよね。ただ、その美容師さんの中にもウィッグは美容室で買うものではないと、そういう専門的なところでっていう考えを持っている美容師さんも多いじゃないですか。それはどういうふうに感じられますか？それはもう大きな間違いだと思ってます。私たちは毎週毎月、自分のお客様を手がけてますよね。そのお客様のことをよく知り尽くしてるのが、私たちなんですよ。それを、あるところに行かれて、たった一度の出会いだけで、このウィッグを買ったわって、でも、あとはかぶってらっしゃらないんですよね。それはよくお客様のことを知り尽くしてないからだと思うんですね。そういう点で私たちがウィッグをおすすめしていくっていうのは、とてもね、信頼につながると思います。信頼のあるつながりがお客様との長いお付き合いをさせていただいて、美容室の繁盛にもなっていきますので、ぜひ美容師さんにもっとウィッグを取り入れてほしいと思いますね。よくほら、美容室っていうのは一種のなんて言うんですか、カウンセリングの場みたいで、嫁姑の話とかそれから旦那様の愚痴だとか、子供たちのこと、孫のこととか、いいことも、自慢もしたいこともあるし、落ち込んじゃってる時もあるし、やっぱり美容師の先生だからこそ話せるっていう状況ってありますよね。ありますよね。だから例えばいつも綺麗っていうことじゃなくて、例えばがんになっちゃったとか、その思いもかけないその不幸な目に遭ってしまったとか。髪にトラブルが生まれたとかいう時にも、スーッと入ってこられますよね、美容師の先生だとね。だからその辺が実はお客様は 90% 以上が美容室でウィッグを買いたいという願望がすごく多いんですよ、データ。ところが現実にはどこで買ってるかっていうと、美容室でないところで買って、 美容室で買う人は 20% ぐらいしかいない。これすごくね、不思議な状況だと思うんですね。そうですね。美容室の技術はここまでっていうね、何かしらこう美容室の先生方でとどめてらっしゃる方も多いと思うんですね。でも本当にご自分のお客様のことを思うんでしたらば、10歳も20歳も若くして差し上げて、お姑さんのこと、子供のこと、旦那様のことも消し去るぐらいの華やかにして、ウィッグで変えてあげて、みんなそういうことをもう全て忘れておしゃれしましょうっていう感じに元気にお返しして。差し上げたらいいんじゃないですかね。それが役目ですよね。お客様がウィッグでこう知りたいっていう内容ってどんなことが多いですか？そうですね。私は髪の毛がたくさんあるんだけど、なんか薄い人がかぶるんじゃないのとか、あと風が吹いたら飛んじゃうんじゃないのとか、暑くないのとか、いろんなね疑問点があると思うんですね。でもそれにスベンソンのウィッグ、私もいつもかぶっておりますので。さっと外して、ここのとこは手上で、ほら持ってください、こんなに軽いんですよ、もうすべて 100% 答えられるようにしてあります。お勉強なさってね、いらっしゃる。だからよくかぶってると暑いだとかなんて、だってそんなのブラジャーしたって暑いんだし私言うんですよね、何の体に束縛ないってことないでしょって、ウィッグだけがねっていうことはありえないんで、そんなふうに考えるのはおかしいわよなんてよく言っちゃうんですけれどもね。で、本当にもしウィッグがないとものすごく時間がね無駄なんですよ。まあ大変失礼なんだけれど、もちろん私は美容室へ行ってこちらの自分の髪もカットもしてます、ヘッドマッサージもしてます。でもこれから出かける時に美容室へ行かなきゃっていうのが大体のあれだったじゃないですか。でもそういう時にはウィッグをパッとかぶってしまって、まあ、日常的には自分の髪っていう風にしてるとすごくね焦りがないんですよね。そうですね、お出かけ時間が読めるっていうんですか。私もお店に行くときそうですよ、髪の毛がまだぐちゃぐちゃで時間がないわっていうときにウィッグパッとかぶると、よし今日も頑張ろうって、もうよしってなっちゃうんですよね。そして自分のお顔もいつもなんかこうだらんとしてるようですけど、ウィッグかぶった途端にキリッとなってしまう、気合が入りますね。ウィッグの不思議な魅力です。それはやっぱり顔にも輝きっていうんですかね、やるぞみたいな、やっぱり自分から見てもこうなんかぐちゃぐちゃっていう顔よりも綺麗になったっていう顔は気が入りますよね。入ります。明らかに若くなるものね。そうです。昨日こういうお客様がいらっしゃいました、埼玉のお客様なんですけど、70ちょっと過ぎなんですよね、その方ももうウィッグ6個目なんですけど、それはいつもかぶるような同じものを作ってらっしゃるんですけど、お帰り際に私に「先生ウィッグかぶると顔がきれいになるのよね」っておっしゃったんですよ。だからそれだけ持ってて毎日かぶっていらっしゃるのと外した時のお顔の差が相当あるんだなと思って、いやこれは失礼なことを言ってるんじゃなくて、先生見てるんじゃない、その人の素顔もね、失礼なことを言ってるんじゃなくて、お顔はそのままなんですけど髪の毛のボリュームが出た途端に本当に顔が綺麗に見えるんですよ。でも私自身も朝それは思います。つけてない時とつけた時のお顔が違うなって。そうですよね。それほど変えてくれるものですね、ウィッグってね。私たちは先生も私も美容家だから、メイクもできれば、まあねまつげを上げるとかそういうことできるけど、私ねやっぱりね綺麗になるのにはウィッグのがね10倍も効果が早いと思ってるんですよ。いくらね綺麗にお化粧しても頭がべちゃんこだとかね、なんだかチクっちゃ飛んじゃってるあれだと、いくらこう鏡の前で抵抗してみてもなんか自分でピンとこない。それが案外お化粧適当にやっといてパッとかぶってサングラスなんてかけちゃえばちょっとそのまま出かけることもできて、改めてメイクすればいいかなっていうのがあるので、美容家としてもウィッグは強いなっていうのありますよね。そうですね。メニューの一つとしてやはりウィッグをこれからやっていくと、本当に高齢化社会になってきてますのでね、お客様にもとっても喜んでいただけると思います。それと昔の話ですけど、うちの母がよく年取った母は言ってました。髪は顔の額縁だよ。そうですね。ですからウィッグ一つかぶっただけでお顔が変わるっていうのがね、本当にスベンソンと出会ってよく思います。ありがとうございます。前もってお願いしてあるわけじゃございませんですよ。法人から先生が言っていただいている言葉で、私もその美容師の先生方に会うたびに、私がお会いするのはやっぱり前向きのねウィッグを取り入れていこうという先生がほとんどですから。あれなんですけど、そうするとウィッグって今高齢化社会になったからっていう高齢者しか被らないとかいう決めがあるで、その率は確かに高いかもしれませんが、決して若い方々だってさっき言ったみたい、お子さんをね保育園に連れていかなきゃ迎えに行かなきゃ仕事もっていうお母さんもいるでしょうし。それからちょっと病気になってしまうってこともあるでしょうし、年齢関係ないんじゃないですかね。そうですね、ウィッグを、薄いからかぶるとかもうそういう意識はもう昔の話ですよね。そうですね。やっぱり自分の魅力をあらゆる角度からこう引き出していく。で薄いっていうのは若くたって薄い人は薄いですよ。そうですよ。今そういう方が多いんですよ。ねえ、なんかこう円形脱毛なんかもすごく多いっていうふうにね伺ってますから、別に若いからウィッグかぶるほどの年じゃないわとか年で分けちゃうっていうのはねおかしいと思うんですが、また先生のお店が出ておりますけど、先生のお店は京王線のつつじがかと柴崎ですね。そうですね。柴崎の、はい、あれですよね。中間ぐらいで、はい、ホームページとか電話も出ておりますよね。はい、ね。そしたら先生のところにでまずはちょっと相談してみたいなという、もう行けば買うとかじゃなくて相談してみたいっていうアドバイスはしていただけるんですよね。もうもちろんです、ね、最初からお買い上げいただくよりもいろんなことをね、知識を持って最後に、はい、決めてほしいですのでね、最初から売るようなことはしませんので、ね、先生はもうお年を聞いては失礼なんですが、はい、66歳になりました。66歳も若いよ、若いですね。これからの先生の夢は？そうですね、私の夢はもういつまでも元気で働けて、うん、皆さんと楽しくおしゃべりしたり、うん、おしゃれをしたりして、うん、美容の仕事を一生続けていきたいと思っております。ねえ、先生だって現実に職場に立たれてるんですから、お体の調子がね、悪い時もね、ちょっとそんな時があった。私も大変心配したことがありましたけれど、はい、でもやっぱりお客さんと接することによって治っていくっていうのか知らないけど、いつもお客様にお話しするんですけど、うん、私も、まあ、大腸の方のがんをやりましたけど、そうなんですね、うん、でも1ヶ月経たずでお店に立って、うん、その時にお客様をさせていただく、お客様をきれいにさせていただくことが私のお薬だと。お薬ね、うん、そうだと思いますね。思います。はい。それでこれからもお客様とそういう関わりで、本当に長い人生、あ、これでよかったなと思えるように終わりたいと思ってますのでね、よろしくお願いします。先生と出会ったことも本当に嬉しいです。ですって。ありがとうございますどうも今日はありがとうございました。自毛感覚だから増毛を意識させない。増毛したまま試合できんのかって、全然大丈夫ですね。ヘルメットの中が不快になるってこともないんですね。今までプールに来ることをちょっと諦めてなんですけど、楽しみたいと思います。あらゆる生活シーンを増毛したまま過ごせる、この生活実践力こそスベンソン式増毛法。まずは無料モニターでお試しください。今すぐ0120さあ群れないまで。24時間着脱不要、これまでにない自毛感覚、スベンソン式増毛法を愛用する皆さんに増毛した後の変化について聞いてみました。プロレスラー諸橋選手は増毛したまま試合を戦っています。見た目も若返って女性ファンが増えましたね。うちの奥さんにも好評なんです。ライディングスクールを開く柏秀樹さんは人前で話すことも多いといいます。自分に自信が生まれ、教える時の態度や言葉まで変わってきました。タレントの七瀬和樹さん、髪を気にし始めてから水を避けるようになっていたといいます。今までプールに来ることをちょっと諦めてなんですけど、楽しみたいと思います。七瀬さん、これからは水場のシーンも演じられますね。あなたもスベンソン式増毛法を無料モニターでお試しください。今すぐ0120さあ群れないまで。自毛感覚だから増毛を意識させない。増毛したまま試合できんのかって、全然大丈夫ですね。ヘルメットの中が不快になるってこともないんですね。今までプールに来ることをちょっと諦めてなんですけど、楽しみたいと思います。あらゆる生活シーンを増毛したまま過ごせる、この生活実践力こそスベンソン式増毛法。まずは無料モニターでお試しください。今すぐ0120さあ群れないまで。続きまして木村純一先生にお話を伺いたいと思いますが、木村さんと私の仲っていうのは古いね。古いですね。私がマダム美智子ではなくて、山野美智子と申しておりました頃に、私が持っておりました美容室のメインスタッフで本当によくやっていただいたんですが、私すごく覚えてるのは、はい、私が去りゆく時に「先生行っちゃうんですか?」って先に言って、でもまたこうやってね、一緒にお仕事ができるようになったんですが、今豊釜先生からウィッグのことについていろいろお話ししましたけれども、先生のお店は今ちょっと紹介させていただくんですが、はい、先生は先ほどちょっと伺ったら、あんまり宣伝しなくてもウィッグがお客様が買ってくれちゃって、お客様に、一つのヘアファッションとして、そんなに変えられませんよね。自分の毛を急に来月入って、急にちょっとこうしてああしてっていうのができませんもんね。できませんよね。はい、ちょっとこうメッシュ入れたい、だけど自分の毛が傷むから嫌よっていう方が、特に若い方はそういうことはないんですけども、やはり中年過ぎてきますとやっぱり毛もやっぱり傷んできますので、そういう時にやはりウィッグで変化つけたい。でそれは先生が「つけますか?」って言うんですか？いや、お客様の方にも、その場でどうぞっていうもうことじゃなくて、どんどんお客様の方からお店にこう展示してありまして、でちょっとかぶさ暇なような時にかぶってもいいかしらっていうことでやっております。なるほどね。もうこれウィッグを取り入れたっていうのは、実はウィッグの歴史って長いから、私と一緒に仕事をしている頃からものすごくありましたよね。ウィッグっていうのはね、ものすごく売りましたよね。でもそういうウィッグとは今ちょっと違うっていうか、どこが違うっていうふうに、質感全て違うんですけど、やはり自然であるっていうことがお客様にとってかぶった時の第一印象が、そしてやはりウィッグをかぶってやっぱり若々しく綺麗にやはり見えますよね。そういうことでお客様にも勧めやすいっていうのもありますし、やっぱりそのウィッグを取り入れる、かつては、私たちも随分その販売に押したことがあったんだけど、そういうのがちょっと廃れてきたりして、その今言った自然のウィッグにをどうして取り入れようっていうのは今何年ぐらい前からでしたっけ？2年ぐらい前、まだ3年ですかね。セミナーに来てくださってね、やっぱりそのウィッグってただかぶせればいいっていうので、やっぱり技術との勉強って必要ですよね。やっぱりそうですね。いろいろやはりお客様のね、やはり雰囲気っていうのがありますんで、やはりそれに合わせてやはりお客様の要望に応えるようなものをまず準備しなきゃいけないですよね。そういうことで、でもその男の先生と、先ほどのね女の先生の違いってあると思うんですが、やっぱり自分の頭をね普段から見てもらってて、しょうがないわね薄いからってなっちゃってるかもしれないけど、そういう時にこういう話があるんだけど、なんていうの、進めると「先生私の毛薄いって持ってんじゃないの?」っていう方がいるっていうことなんですよね。どうですかねその辺は。やはりそれはかなりお客様のその辺で、薄い方の方が逆にどう取り込んでそのお客様に伝えていくかっていうのは難しいですね。先ほど今先生がおっしゃったように、私のことが薄いから進めてんのっていうふうにまず思われてしまったら、もうそこで要するに話が暗くなっちゃいますので、そういう方の方が逆に進めにくいですね。じゃあ髪は芳醇に、その芳醇じゃなくても一応豊かな状況なんだけれど、なんかイメージチェンジしたいっていう人には進めやすい。そうですね。それとやはり薄くなってからじゃあまりにも変化が激しくなるから、こういうものを用意する場合は健康で元気でお友達と旅行に行ったりしておしゃれを楽しむ時からもう用意をして将来のために、その方が絶対自然でこう入っていけますよっていうことをね。すごい言葉選ぶね。それはね、やっぱり男性から女性に対してですね、その言葉の端でやはりすごく雰囲気を悪くしてみたり傷つけることがあるので、やはりそういう時にやはり薄いからでしょう、薄いと思ってんの先生はというふうに思われたら、もうそこで話がうまくいく話もうまくいかなくなりますしね、その方がもっと素敵になるはずなのに心閉ざされちゃうっていうのがあるんですね。ですからやはりその準備を早めにして、そうして楽しいおしゃれをした時にハンドバッグもそうですしね、バッグからそのお洋服を新しくこんな変えたのっていう時に、ヘアスタイルをちょっとこういう服を使って変えてみたらどうですかっていうふうな軽いとこから入っていってあげれば、お客さんもすんなり、じゃあちょっと私に合うのあるかしらっていうふうに持っていけるかどうかですよね。そしてやはりかぶっていただいたお客様が「あらいいわね」って言っていただければ、あ、よかったなと思いますけどね。なんかその薄いわねと思わせないようにしないといけない。それってやっぱりすごい大事なことですよね。大事ですね。で、実際にはまあ薄いからかぶった方がいいに決まってますよね。はい、そうですよね。だけどそれを言わないんで、将来のために。将来のために今からどうせこれだけ素敵なね、ウィッグがあるんですから、今から慣れておけば一番いいんじゃないですか。そして今から若々しく、よりその本当にウィッグが売りますとですね、やっぱり10歳前後若々しく見えますし、だからその時のお洋服の感じで、だから例えばスーパーに行く時の普段着でも別にいいんですけどね、そういうふうにして普段からかぶりになれる、ということがやっぱり自分のものにしてしまうヘアスタイルの一部ということで考えていただけるんじゃないかとね。やっぱりそのウィッグを取り入れたっていうか、美容室の中に取り入れたっていうことは、こんな質問するのおかしいけど、正解だったっていうふうに思います？あ、今私は思ってます。はい。なんていうか、戸惑う方っていうのは、今言ったお客様にそう思わせたくない、薄いからかぶりなさいって言ってるんじゃないわよっていう、それをなかなか乗り越えられないっていうのが一つ あって、それからもう一つは、先生は私のヘアで技術的にできないのって、私のヘアをわざわざそのウィッグじゃないと形作れないのっていう人もいらっしゃるって。実際作れないんですよね。ある限界が来ちゃうわよね。そうですね。この写真持ってきてこれと同じようにしてくれたって、それは無理ですよって言えないじゃないですか。そういう時どうするんですか？いや、そういう時はやはりね、困ります。我々美容師、その限られた資源でやっていくわけですから、そしてやはりお顔の輪郭は骨格、そういうものもありますので、女優さんの写真を持ってこられて、これと私これが大好きな、だからお客様の好みは理解できましたと。で、それをじゃあお客様にもう少しこれが素敵に見えるように、エレガンスに見えるように、このスタイルを変化させましょうというような形ですよね。そうするとサイドをここよりもちょっと短く、後ろはここよりちょっと長く、でレイヤーの段の入れ方はもう少しこの写真より多く入れましょう、そして前の部分にふわっとボリュームつけましょうっていうふうに、こう部分部分で説明してこうやるんですね。そうするとお客さん、あ、それだと私に素敵なのって、そうですよっていうことで、そうすると全く違うんですけども、叩き台とは。だけどその叩き台を全く最初に否定しちゃうと、もうお客様心閉ざしちゃう。私が何、あまり美人じゃないから、この女優さんは綺麗だからそうなのって、もう単純に人間、女性はそうだし男性もそうですけども、やはりそういうふうに皆さん思われるので、その部分部分をうまく伝えてあげる、そして最終的に素敵になればエレガンスになればいいわけですから、そういうことでやっておりますね。でも本当に大変だわね、その説得するというのはね。で例えばお店に、今お店は出てましたっけ。でお店でお客様いらっしゃって、で1人のお客様しかそういう時は対応しないんですか。よく、まあ、こちらにもお客様がいらっしゃるというようなことがあって、それを聞いてるっていうこと。そうです、これが大事なんですね。やっぱりね、ここで話してることを必ずお聞きになってます。週刊誌読んでいるようでもね、しててもそうですね。だからそういう時にこちらのお客様に説明してて、ウィークの場合なんか特にそうですね。ちょっとかぶってみましょうか。そうすると向こうの席から鏡越しで見えますんで、美術は。それでそういう時はやはりお客様の方から次のお客様に行った時「あら私には教えてくれないの?」っていうなんだそれ、これはもうチャンスですね。チャンスですね。ですからその時「あらそうでしたか」って「前に言わなかったですかね」っていう話から入っていってお客様に似合うのももちろんございますよという話で、まあそのウィッグの話なんかもそうですけどね。だからやはりもう我々のステージはもうサロン全部ガスですし、で鏡でもう全部見えますので、こっちは裏っていうのが割とフロアにいるとないものですから、そうするとやはり我々のステージっていうのは役者さんが舞台であったり映画であったりすると、我々はやはりサロンがもう我々の一番大事なですね。サロンがステージっていうのはとってもねいい言葉だと思いますね。サロンがステージでご自分たちは俳優さんであると同時に観客であるお客さんを説得してファンにしていく、ファンにしていくっていうことがねすごく大事かなっていう、そういうことにやっぱり努力をしてらっしゃるっていうことですわね。はいじゃあちょっとコマーシャルが入りますので、ちょっとお待ちください。自毛感覚だから増毛を意識させない。増毛したまま試合できんのかって、全然大丈夫ですね。ヘルメットの中が不快になるってこともないんですね。今までプールに来ることをちょっと諦めてなんですけど、楽しみたいと思います。あらゆる生活シーンを増毛したまま過ごせる、この生活実践力こそスベンソン式増毛法。まずは無料モニターでお試しください。今すぐ0120さあ蒸れないまで。24時間着脱不要、これまでにない自毛感覚スベンソン式増毛法を愛用する皆さんに増毛した後の変化について聞いてみました。プロレスラー諸橋選手は増毛したまま試合を戦っています。見た目も若返って女性ファンが増えましたね。うちの奥さんにも好評なんです。ライディングスクールを開く柏秀樹さんは人前で話すことも多いといいます。自分に自信が生まれ、教える時の態度や言葉まで変わってきました。タレントの七瀬和樹さん、髪を気にし始めてから水を避けるようになっていたといいます。今までプールに来ることをちょっと諦めてなんですけど、楽しみたいと思います。七瀬さん、これからは水場のシーンも演じられますね。あなたもスベンソン式増毛法を無料モニターでお試しください。今すぐ0120さあ蒸れないまで。木村さんはもう美容師になって何十年？何年ですね。44、45年。私が会った時がねまだ。それがあなた最初から美容師になろうと思ってたんじゃないんですよね。最初はですね、山口県から上京しまして、はい、我々が若い頃は弱電メーカーが花形さんの弱電メーカーですね、それでそこに入ってテレビの設計図とか書いたりして、もう美容とは全然関係ないことを、やっておりまして、そしてそれからその会社に勤めながら夜間の美容学校に行きまして、そして1年半で卒業しまして、それと同時にもうサラリーマンをやりまして美容の世界に。でもその弱電メーカーに勤めていて、なんでいきなり美容なの？これ話すと長くなるんですけど短く友達が男性での友達がいましてね、その方が大学行ってまして、でそれを美容学校の入学要項を取りに行くのはもう女性ばっかりだから恥ずかしいから、会社の帰りにちょっともらってきてよって言うから「あいいよ」って言ってもらってきて、でその人はサラリーマンになったんですね。学校卒業して親に反対されて、そしてその当時ホワイトカラーという企業に入りまして、そういう道を行ったんですね。で私はその入学要項をずっと最初から最後まで見てまして、まあ大体その中そういうのがいいなと思いまして、そして私がなっちゃった。私がその人がなるのをやめたのに、あなたが美容師になっちゃったの。それで間違いないと思いました？いや今はそう思ってますけども、まあその当時は親に反対されまして「何やってんだお前は」と。まあ私の父ですから、戦争した父親ですから、お前を女性の職業に就くようなものに育てた覚えはないと。もうお前なんかもうこれは二度と俺の子供じゃないな、もう二度と帰ってくるなっていうふうに言われまして、それが良かったんです。もう辛くて辛くて、もう食事するね、お給料もその当時安かったですから、もう3食食べれないんですよね。それで講習会に行くか、自分が技術を勉強するためには講習会に行くと今夜の晩ご飯のお金がなくなるというような、ちょっと待ってよ、すごく安くてってうちに勤めてた時じゃない？そうですすぐその当時はすぐインターン生でね入って、もう本当にね、なんだっけ、お蕎麦食べてもラーメンじゃなくて、いつか五目そばが食べたいよとかみたいなね、みんなで言ってた、そんな時代だわよね。でもうちには結構男性美容師がいたしね、仲間もいたしね、あれだったんだけど、だから先輩と食事に行けばね、先輩がおごってくれた。いや自分はラーメンライス、そしてもうそれがいっぱいです。そうすると先輩がビールを取ると、その先輩はコップ一杯で残るんです、必ず。でその一緒に行くんです。そしたらそのビールは飲める誰だそれはでもね、そうだったと思いますよ。私たち自身もね、たくさんの美容師さんにお給料払いたくたって、そんなにね大変な時代なんだけど、これからの美容界ってね、若い人がなんか夢を持てないっていうことらしいんですよ。でなぜかっていうと、あなたもそうなんだろうけど、やっぱり夢は美容室を持つことじゃない？サロンを持つ、そこのお店にて腕を、まああなたは長かったけれどね、サロンで技術を磨くっていうより将来的にって、なんかそうすると今の時代はお金もかかるし持てないしっていうことがあるんだけど、美容師ってまあそういういろんなことがあるけど、選ぶだけの価値があると思いますか？今ですか、今の時代もやはり本当に勉強していこうと、で女性をやはりエレガンスに、その年代年代を美しく、女性はあってほしいわけですから、その勉強をきちっとできれば、もうこれは店を出すとか出さないじゃなくて、一美容技術者としてはその素晴らしい道を歩んでいけると思います。ね、あなたのほら奥様って同じ年ぐらい？そう、3つか4つ違いしたんです。ね、それでも現役でお店に勤めてるのよね。今まだ現役で。ね、実際お会いするとすごく若くて、娘時代のね変わらないんだけど。職場結婚ですからよく存じ上げておりますのよ。でもやっぱりそれってやっぱりいわゆる手に職を持ってるからっっていうことだよね。まあそうだと思いますね。うん、それとなんていうんですか、今の新たな技術だとかセンスだとかって取り入れていく。特にあなたの場合は下北沢でしたね、お店が。はい、下北沢、はい、下北沢のどの辺？もう駅から南口歩いて1分以内です。下北沢南口の歩いて1分、それで山の美容室と申します。はい、山の美容室ですね。はい。それで若い人なんか入りにくいお店？そんなことはないでしょ？いや、そんなことはないと思います。そんなことないですよね。まあだんだん年配の方は多くなってますけどね。でもまあそういうふうなね、こう下北沢ってすごくファッション性のある街じゃない？はい、若い人。それってやっぱり刺激になりますか？やっぱりそうですね。この仕事をやってればもう特に男性美容師の場合は、うん、日本ヨーロッパでは歴史が、うん。あれなんですけども、はい、古いんですけども、日本の男性美容師はやっぱり歴史がまだ古くないんで、やはり自分が健康でもうこの仕事技術が好きですから、やはり健康である以上はそのいくつだからってサラリーマンじゃないもんですから、長くやりたいですよね。それで若々しくいないとまた男性の場合ダメですよね。そうよね、おしゃれですもんね、はい、すごくね。それでもう一回、お店が下北沢の南口1分ですよ、1分探してくださいね。そこに、木村先生が、いらっしゃいますから、お尋ねいただくとよろしいかと思うんですが、もうウィッグはどんどん入れ替えて置いてますか？同じウィッグだと飽きちゃうでしょ？はい、そうです。うん、これ絵と一緒で、同じところに同じ置いててももうこれもうあれがない魅力ないんです。はいはい、でやはり時々スウェーデンの映画の方にこう入れ替えてもらって、はい。そしてその時のやっぱりお客様のあれで変えちゃいますね。ああ、そう。だからメッシュが入ってるのも華やかなのも置かなきゃいけないし、それから現実的にこう暗めのものも置かなきゃいけないですから、やっぱある程度56点置いてお客様の目のつくようなところで、で話題を無理やり振らないでいいんですね。振らない。その雰囲気の中で絵なんかもそうなんですけども、その季節でもう全部変えるんですね。はいはい、そうすると店はもうだいぶ古くなりますけども、掃除を行き届かしておけば、そういう板とか、そういう置物ね、そういうものを新しく変えていくと、お客様は常に「あ、今度もう桜の季節だから桜の絵なのね、写真なのね」っていうことですよね。そういう雰囲気で雰囲気作りっていうのをやはり我々やらないと、髪の毛だけエレガンスにすればいいだろうじゃやっぱり雰囲気が出ないですから、まあそういうことでやっぱり美容室っていうのは、まあ、美術館ではないけれども、まあ、自分が美術みたいなもんじゃない、お客さん自身が。はい、そうですよね。それで鏡に映るっていう顔からだんだんこう綺麗になって変身していくっていう、そのプロセスを撮ってあげたりしてるわけだ、やってるので、例えば写真を撮ってあげるとかそういうことはないですか？写真を撮ったりはすることあるんですけども、やはり写真が上手に撮れないと逆にマイナスになる場合なんですよ。それをお見せしない方が鏡に映ってる姿の方がちょうどいいように綺麗に見えまして、やはり写真っていうのもやっぱ素人が撮るとやっぱちょっと難しいというのがありますね。なるほどね。はい、やっぱりその肉眼で自分で変わったな、綺麗になったなっていうのは当然ながら鏡の中の自分っていうことでしょうけれども、はい、まあ今はもう最初にこれからの人生のなんていうんですか、希望っていうのを伺っちゃったけれども、これからさらにウィッグをもっともっと多くのお客様にご紹介していっていただくっていうお気持ちはあります？ありますよ。やはりウィッグと出会って、そしてお客様が本当大変喜んでいただいて、そうするとやっぱよかったなってやっぱり思ってますね。ですからやはりこれからもそういういろんな年代で変身用のウィッグもいいでしょうし、それから薄くなってボリュームがないからっていうのでフロント部分のトップピース、それは口には出さないでね。はい、その薄くなったっていうのは言わないで、早めにご準備をしてらっしゃる。早めにご準備、いい言葉ですね。言われてることは同じことだってとご当人は分かってんだけど、言葉ってやっぱり傷つくね。だから美容師っていうのは本当に言葉を上手に選ばないと、お客様に不愉快な、もう二度とこんなお店来ないわってなってしまうってことありますよね。でなんかもうすごい働き者だから、もう自分で全部お掃除もしたり、片付けもしたり、ウィッグもこっち置いてみたり、そういうこともやってらっしゃるわけ。そうです。そういうのも好きですね。こう細かいこと。美容師っていうのはもう何でもできなきゃダメですね。日曜大工からお掃除から。うちではやらなくてもお店ではやる。いや、うちもやりますよ。庭の掃除とかは、私お花が好きなんで、うちの玄関はいつも今もうね、パンジーとかがいっぱい咲いてますけどね。みかんを収穫したり。あ、そうなんだ。やっぱりそういう趣味と、そのなんていうか今言ったみたいにお花が好きで、やはりその花に囲まれたようなお店、そういうのを演出していきながら、もう60いくつだっけ。そうですね。先ほど出ていただいた豊川先生と同い年。そうですね。66ですよ。ねえ。まあ私も本当に、私も若くはありませんけれども、やっぱり自分のね仲間がこう第一線で活躍してね、若く元気に、それをお客さんにどんどん種まきして花を咲かせてるっていうのは。本当に嬉しいですね。今日は本当にどうもありがとうございました。嬉しく思いました。ありがとうございます。